大学会で僕ら何かございますか。では幹事社の方から質問をさせていただきます。先週日銀の、総裁会見ありましたように適量認識については消費はそこまでの力強いと、それから物価の当初の目標に向かっているというかなり賃金が上がったというのは反映されたせいか、かなり景気については前向きな認識でした。財務官自身の現状の景気認識についてお話しします。前月ベースで、在庫が大体そのうちの4万ぐらいですか。そういう意味で、もう少し主力の景気を見てから、コンフィデンスを高めたいなっていうのが思いなんですけど、名目なんかも結局あれ年換算すると7.7%で、 GDP レートレートもかなりポジティブとかプラス数値になってあたりで、結局原油価格が下がった13で、この影響が相当やっぱり形として出てきてるので、もう少し定常状態って言いますか、ほぼ46ですと、もう油も40近くまで行ったもの、60あたりに戻ってきて、そういうのを含めて、そちらの方を見て、ますますその確信を得たいという思いであって、今、これで相当安定したかなという段階ではないと、こういう見方してます。要請ということで、はい、というか、この明るい雰囲気を、この気分の問題もありますので、続けていければいいんじゃないかと。物価についても、裏が本当にこう、すでにあれば、どこで落ち着くか別として、いい効果を期待できますね。いいレポートだったなと思います。次に、二階に、総務会長、代行中断を引いて3000人ですかね、先般、報酬されまして、習近平氏と非常に友好的な会談を持ったようです。観光関係の業務の方が多かったのと、一部の在外の方も得られたんですが、日中については非常にこう、進展が進んでるんですが、ただ、中国側の思惑として、その安倍首相の70年談話についての、それに先立って歓迎したというその思惑もあるんじゃないかというのはこともありますし、日中関係について、もし現状を踏まえて、大会のご見解があれば、お願いします。プライベートに言いますと、当社なんかも、シロペン、国産会社とか、それと大統領の仕事を一緒にやってきてまして、その2年ぐらい前から、去年1年ぐらいはかなり厳しい、なかなか物が進まない状況だったんですが、ここへ来て、かなりいろいろ会話も含めて、できつつある点も含めてですね、基本的に習近平体制、安定的にフェーズに入ってきたのかな、それが70年に向かってのいろんなマヌーバーかどうかは別として、やっぱり今回二階さんプラス3000人という大変な数で行かれたということに対する対応としては、やはりかつてでは予想できないこと、ここは非常に重要な局面に入ってきているんじゃないかなと、ポジティブに捉えるべきではないかと思っています。韓国も含め、トゥートラックスというか、政権について、な形でこう迫ってくるという形で、中韓含めて、だいぶそういう意味では、いろいろな状況が変化しているという局面であることは間違いないです。いいチャンスとして捉える。いいチャンス、重要な局面というのはどういうものを想定しておっしゃっているとか、首脳会談という
ことだと思うんですが、政治日記を見ますと、多分実サミットはですね、ドイツで行われる予定になっておりまして、まあ、そこでの首脳会談みたいな、首脳会談を期待されていますが、そういうことの認識で今の重要な局面、あるいはその新たな展開というのは、そうですね、今の状況を、まあ、そういった形の会談を手こにもう一歩進めるということじゃないかと思いますが、韓国についても伺いましたが、先般、経団連会長が、経済協会の会合の前に表敬ということでパク・クレ大統領と会いましてですね、かなりこちらも有効的だと、それはツートラック方式にもお触れになりましたけど、経済、政治とその、まあ、文化問題というか歴史問題は別に考えるというのが事実に反映されると思うんですが、ただいかんせん世界遺産についてはパク大統領もいろいろ歴史的な認識としてしっかり認識してほしいということだったんですが、この世界遺産の関連で何か日韓関係というか、まあ、世界遺産のある意味で時間軸がずれている部分も結構ありますのでね、なかなかその辺こう大事対応してないものを、まあ、あれだけ、関連づけるところをなかなか理解が難しいなというのは今回の印象です。もう一点ですから、一部メディアでかなり安保関連法制についてですね、世論調査の結果が出ているんですが、まあ、審議入りこれから入るんですけども、先日の会見でも、まあ、外務官僚でなったんですが、改めて安保関連法案についてですね、党首討論等を行いました結果を踏まえて、ご認識があればお聞きください。まあ、これ安保法制そのものを考える以前に、やはりこの日本国、戦後70年経った日本国、それを取り巻くやっぱり国際関係、あるいは特にアメリカを中心とした、まあ、今度は大統領選が終わっていないと分かりませんけれども、そういった、まあ、最近、慰安婦連盟が本出しましたよね、まあ、ああいうスーパーパワー自身が、そもそも自分の頭の生えだけを追う方向に行くのか、やっぱり相変わらずと言いますか、今までの伝統的スーパーパワーとしての、世界の警察としていくのか、あるいはもう完全にそのマネーボールといいますか、その統一的な効果を目指すのかという、まあ、そのあたりの結果も踏まえてどうなっていくかという議論が必要だと思うんですが、まあ、結果が出る前に安保制度そういうところ、あるいは先ほどの中国、韓国、とりわけ北朝鮮、あるいは、まあ、シリア、あるいは南シナ海、今回と含め、あるいは当然、日本の石油も、単価のルートを含めて、まあ、経済に対しても大きなその流れの変化、大きなするような、そういう国際情勢で国ってのは何をするか、で国民を守るっていう中で一体どういう形に持っていくのかっていうのはまず前提ありきだと思うんですけど、でそういう中で、まあ、非常に細かいどこがどう発生したらどうしようかっていう議論と同時にやっぱり忘れてはならないのは日本の国税、あとあるいは50年、100年の刑として、当然憲法の改正も含めて、そういうやっぱり議論を本質的にやっていたというのが筋だと思います。まあ、そのあたりに期待したいなと。これは自民党プラス野党に対してもないことは言えます。サンケイの平尾です。株価についてなんですけども、先週から上がってまして、今日も140円ほど上がって、時価総額価格最高を更新していると思いますが、まず株価についての受け止めと、それについて、ね、先ほどの最初の質問ともちょっと絡むんですけども、それと同時に消費のところでいくとですね、まだ足元弱い部分も動きもあって、その株高なり、その景気の好調を実感できない消費者、対象だと思うんですけど、これについてどういうふうな方策が必要なのか、その辺の認識を教えてください。
大体60兆円ぐらいだったんでね、バブルの前に、まあ、相当銘柄も組み替えは当然あるんで一概に言えませんし、 PR もバブルの頃は60超えたのものが今回は16か18ぐらいですね、そのぐらいになったらいいということで、まあ、決してバブってるとはいう状況ではない、これはまあ工藤さんも言われてるそういう状況ではないと思いますし、ここは最大のポイントってやっぱりアベノミックスからスタートして、やはり為替円が80円から120円に来た、これによって少なくとも大企業を中心とした経済、日本の経済の比較優位、国際競争力がほぼ回復したということで、結果としてのそこの果実が2013年、14年と連続して出てきた。で、まあ、非常に ROE は相対的には低いとはいえ、まあ、平均 8.4 とか 8.6、 今日の新聞報道ですと3分の1は ROE が転売以上だというところまで来た中で、マーケットがきちっと評価してくれているということかと思うんですね。で、まあ、今後その もちろん賃金もそれに並行して上がっていくことにより、まあ、物価も上がることにより、どれだけ言ってみればその、まあ、かなり大企業中心だったものが、トリクルダウンということが具体的に、これは両論あるかと思いますが、少なくとも全体一方大きいところが温まれば下が温まるのは僕は普通だと思うんですよね、国防省に対して。ですからそういうフェーズに入っていくんではないか、ここ 2,3 年はやはりもし原油がとんともないことにまた動きが変わらない限りはですね、この為替が、まあ、アメリカの出口もあるでしょうから、為替も比較的安定して120円台をキープできれば、まあ、2,3 年は結構安定的にいけるんではないか、いや、あるいはそれをうまく処理すればもっと先まで、少なくともオリンピック2020年まではいけるでしょうか、まあ、この間に次の2020年以降に備える、まあ、人口問題も含めてですね、そういうような絶好のチャンスが来てたのかなと思ってますが、各社もう一つですね、幹事がちょっと聞いとかなきゃいけないんで、そういういい話の中でですね、一部企業が決算できない大企業があります。だからまあ非常に厳しい状況に陥っている電気会社もありますが、こちらについて名前を出すのはちょっと控えますが、一般論としてこの状況を5月の終わりになっても決算発表できないというような状況の企業、大企業があるというついてます、ご意見があります。特に意見はないんですが、これは上がって出す 100% 正解っていう世の中では、まあ、なんかやっぱりちょっとたまたま間違っちゃったり、見過ごしちゃったり、それは一般論としてもあると思いますが、一個一個まだ結果が出ない、正式な結果が出ない中でのコメントというのはないんだけど、解体が割れてる大電機会社についてもそうですか。え、シャープについてまあ、ね、シャープはあたりになりますと、僕も考えが深いんだけど、もうやっぱりコンシューマーエレキっていうのは一体どうだったかっていうあたりまで振り返ると、まあ、パナソニックさんとはだいぶそれは違うのかもしれないけど、あの当時円高でみんな苦労されて、かつて2000年代初頭って日本こそもう最も優れたのはコンシューマーエレキと車だったりしなかったわけですよ。だからむしろそのシャープがどうとかここじゃない、為替ってのはめちゃくちゃ重要だったっていう、そういう実感がむしろ伝わってくるからです。すみません、各社どうぞ。朝日新聞の中です。まずちょっと前回の会見でも出てましたけれども、労働者派遣法の改正の件なんですけれども、まあ、要するに労働者を働かせる側のメリットとかそういうのいろいろ言われるんですけど、働き手から見た場合にですね、本当にメリットがあるのかというか、むしろその派遣という立場に固定されてしまうんじゃないかとかですね、いろいろその懸念がかなり言われていると思うんですけれども、その辺、その働き手に対する影響というところですね、その辺、ちょっと改めてなんですけれども、伺いましょう。まあ、基本的に言えば、やはり
働き方のフレキシビリティというか自由度を上げる中の一つだと捉えれば、働く側もやっぱりそれぞれの選択のできるそういうオプションが増えたということは正しいと思いますよね。だから当然働かせ側もそんな単純な法律ができたよって、それに乗っ取ってればいいという見方よりは、やっぱり働く側のことを常に、当然これ、まあ、制度があっても運用で相当変わりますので、ね、そこは心してやっていかなきゃいけないなと思います。それで話変わるんですが、先ほど戦後70年の関係でですね、夏に安倍首相がですね、まあ、談話を出すということを言われてますけれども、まあ、これまで の, その歴代首相がおっしゃってたその、まあ植民地支配反省等々のですね、認識を、まあ、盛り込むかどうかというのが、まあ、注目されていますけれども、この辺は、どのように対応すべきだというふうに、どういう感じをお考えでしょうか。これもかなり複雑センシティブな話ですが、僕はこの前、安倍総理がアメリカで演説された中で、初めて知った2つの英語はですね、リモースということと、ディペンダンス。ここまで言っているんだから、僕はこのニュアンスは英語で正確には分かりませんけど、まあ、いろいろこう読んでみるとね、そこはやはりこう開墾の念というのが入っている。で、当然反省と開墾と、まあ、迷惑をかけたということに対する反省、このロモスっていうのは、このトップっていうのはむしろ状況によってのはかなり変化するような気がするんですよね。ですから、まあ、今先ほどのご質問の中間が状況が変化している中で、まあ、リモースとリペンダンス以上にもっと発生するところもあるのかとか、それも含めて、まあ、正直単純にその70年の談話をこう官邸だけで議論して出すわけでもないですし、まあ、世の中皆さんも知恵を出して、いい言葉を選ぶんじゃないかと思いますけど、はい、新聞の堀尾と言います。先ほど ROE の話が出ましたけども、まあ、そうは言ってもその、まあ、日本企業平均で見るとこのような欧米に比べて低いと言われていますし、まあ、5% に満たない企業もかなり高まってしまうみたいです。まあ、今後その日本企業全体としてさら、まあ、に効率企業になったのには何が必要かというふうにお考えなのかということと、あとは6月からのコーポレートガバナンスコードの適用が始まりますけれども、まあ、各社の中でその、独立社外取締役の提示の動きとか、あるいは持ち合い株の解消といったものすごく見られます。まあ、こういった企業の動きについてどこになっているのかということをお伝えいただければと思います。はい、ROE、当社、また個人的な話しますけど、6.4 ぐらいなんです。だから、まあ、業界によっても、やっぱり相当こう、まあ、科学っていうのは、まあ、欧米と比べますと、やっぱり、かなり相当量が悪い。それは、ある意味でエネルギーコストがめちゃくちゃ高くて、資源をその、まあ、サウジや、今やアメリカのシェールオイルあたりを使っていない。結果として、ハンディキャップレースがどれだけの大きさがあるのかっていう、その業界による差は、まあ、明快にあるので、ROE っていうのは、本質的にはやっぱり最適化のプロセスだと思うんですよね。あまりにも ROE 上げようって分子を小さくする。で、それはサステナブルでない。持続可能性が非常に落ちてしまうと。例えば研究開発のコストを減らせば、製薬環境はあっという間に 20% 上げられるというか、次の新しい薬が出てきてもらえるでしょうし。まあ、特に、そういう製造業は、とりわけそういった形で、どのあたりにその設備投資をやり、どのあたりに研究開発投資をやり、という、その最適化プロセスの中でやっぱりまず考えると思います。欧米、とりわけアメリカと比べて相当まあ低いわけですが、その、まあ、ヨーロッパ並みに持っていくについての、まあ、以前ですと、そのやはり収益的にその為替が
国準備といわれた世界があったわけで、まあ、為替があり、法人税が高く、それで、まあ、労働法制がそう簡単には、社員に対して、まあ、されたらできないというようなあたりとか、あるいは CO2 の問題でかなり厳しい環境税というのを取られるとか、あるいは 通商の政策上、まあ、EU の、EU との EPA は韓国の国も昔にやっている、まあ、エレクトロニクス自動車は 10%、14% の関税がついてしまうというとか、TPP もまだに、まだにというか、まあ、だいぶ可能性見えてきたんでいいんですが、そういうのがあって、それがまあ5つあったので、1つどうにもならんのがそのエネルギーコストと資源コストというあたりで、あの為替が非常にドラスティックに大きくなって、まあ、今回、そういう意味でエネルギー多少新型の産業はどうあれ、他のサービス産業も含めてかなりいい方向になったアメリカですので、その最適化をやりながら、方向性としてはやはりより効率のいい経営をするというところに、かなり日本の経営者が、まあ、方向性を持つにした。ただし日本人というのはなんか怖いのは、何でも今度 ROE って言ったら ROE だけに右向き右になるというのがちょっと、まあ、そこまでは経営者のやはりものの考え方ですね。その社会性なり新しいイノベーション、テクノロジーを生む長期的な戦略に向かっての投資をどうやるかっていうのは、もう少し自由度を持ってやるっていうべきではないかなと思います。それと、まあ、あのコーポレートガバナンス等々については、同友会はもう長年その社内取締役2人ということを主張しておりますし、まあ、これはグローバルな基本的なそのマーケットのスタンダードとしては、やはりコーポレートガバナンスのコードで、言われるそういった関係のことはますます加速して、やっぱり、オープンで、フェアで、なおかつトランスパレントな形にすべきだと思います。社外取締役については、アメリカの企業は過半数以上が占めていたりしますが、日本もやっぱり将来的にはそういう方向に行くべきだと。まあ、そのどういったフェーズで持っていくかというのは、まあ、議論も残っているんですけど、まあ、今3つのカテゴリーの会社が一応あるわけなんで、その一番右側といいますか、指名委員会というか責任会社的なものに行けばですね、大体もう過半数以上になる。ただ一方考えなきゃいけないのは、 Google っていうのは 3,4 人で経営してるんですよ。全然社外取締役もないと思いますので、だからやっぱりそういうあるチームのものすごく若くて、あのイノベーティブで新しい会社、まあ、そういったものが最初から委員会統制って言いましたけどね、それもないんだろうと、まあ、そういう意味では V 形化した3つはもちろんあるんだけれども、その辺の自由度ってのはむしろアメリカこそ一回持っているんだろうと考えます。軽減税率の話なんですが、軽減税率、はい、あの与党の方でまた本格的な検討が始まりましたけれども、まあ、どういう会談は去年7月に出て、ね、経済団体9団体で連盟で 10% 税率を維持してきたという点が紹介したんですが、改めてですね、まあ、議論が本格化したこの普及後の反対している理由とですね、まあ、軽減税率についてのご所見を改めてお伺いできています。基本的にはどういう会としては今までのをまだ変えておりませんし、まあ、やはり 10% ぐらいのレベルですと、そういった煩雑で極めて一方ではコストがかかると、で結果としての税収も減るというようなものについては、今のところどちらかというと積極的に賛成ができている。将来的には可能ですから、まあ、どの辺の部分から軽減していくかという議論もまだちょっとできてないのでなんか見難いんですが、まあ、17% とかね、そういうものになると、うん、あのこういう議論をすることになるかもしれません。
日本放送渡辺と申します。あ、こちらでございます。労働者派遣法の改正の件なんです。先ほどの意味地区もその代表幹事が運用したいというお話をされました。例えばその非正規の人をですね、スキル次第で、正規になるように促すというようなことも盛り込まれているようなんですが、ここら辺はあくまでもその性善説ではないかと、あくまで企業がこうしてくれるんじゃないかという期待を込めての部分もあって、そこら辺がどうも働く側にとっては疑心暗鬼があって、それが今のようなこう賛否が分かれるという状況になっているんじゃないかと思います。改めてですけれども、そういったその経済界として正しい運用をするべく何かこう働きかけですとか、あるいは取り組みとか提言とか、そういったものというのはお考えなんでしょうか。そこに聞かせてもらいます。それを言う前にね、だいぶ景気が良くなって、むしろもう人が足りないというあたりの状況をこれ続けていけば、自然的にやはりきちっとした形での正規を早く持ってこうという、そういう方向性が出てくるかもしれません。一律にどういった形のレギュレーションというか、内部支援というか、それはやっぱり日本の場合は、もう基本的に性善説で、少なくとも経営者の目線というのは、まだ期待できると思います。正規で、労働者の方から見ても全てが正規でありたいという、むしろそこをフレッシュビリティーというか、各社よろしいですか。今日もこの後ここで会見が終わりたいと思います。どうもありがとうございました。